フランクフルト国民議会の様子フランクフルト国民議会はドイツ革命の中1848年から1849年にかけてフランクフルトアムマインで開催された議会。憲法制定を通じた自由主義的なドイツ統一を図り、その統一方式などを討議したが、最終的にはオーストリア帝国、プロイセン王国といった 有力君主国の支持を得られず頓挫した。ベルリン3月革命百8 4 8年、フランスで起こった2月革命は、第二共和制を導き、間もなく革命の潮流が全ヨーロッパにまで拡大した。翌3月にはオーストリアで、ウィーン3月革命、プロイセンで、ベルリン3月革命が起こり、かつて、ウィーン体制を支えたメッテルニヒが亡命に追い込まれ、プロイセン国王、 フリードリ・ヒビル・ヘルム4世は自由主義憲法の制定を約束させられるなど各地で自由主義とナショナリズムが高まった。こうした中、成人男性による選挙に基づいて定員649人による議会が5月18日より開催された。場所は当時自由都市としての地位を有していたフランクフルト・アム・マインであり同志のパウロ協会で議事が進行した。 議員は高級管理、大学教員、ブルジョワジーなどが中心であったため、教授議会と揶揄された。ドイツ諸国赤い線は、ドイツ連邦の領域を指している自由主義的なドイツ統一という点ではほぼ合意は得られていたが、それ以外の進行に関してはほとんど方向性が定まっていなかった。また、当時の主要国から全く国民議会の国際的承認が得られなかった。 こともあり、当初より国民議会の行方は不確かなものであった。オーストリア大公予判が摂政として選出され、自由主義憲法の制定に向けて議事が進められた。その傍ら、統一ドイツの範囲をめぐって、いわゆる大ドイツ主義と小ドイツ主義をめぐる議論が展開され、10月27日に民族的熱狂をもって大ドイツ主義の方針が議決されたが、もはやこの決定は、 実質から大きく外れていた。すでに、フランスでは6月放棄が鎮圧され、オーストリアでも自由主義的改革が頓挫するなど、対等する社会主義に対するブルジョワジーの保守化、自由主義的潮流の否定が進んでいた時期である上、複合民族国家であるオーストリアが、反ドイツ語民族主義的なナショナリズムを容認するわけはなく、論議は中入いた。そのため、 大ドイツ主義的な国民議会議長はその職を辞することになり、やむなく1848年末より小ドイツ主義に基づくドイツ統一が論議され始めた。同じ頃、12月27日にようやく自由主義憲法の条文が交付されることになった。後のバイマル憲法やン基本法に影響を与えた点では歴史的意義を見出せるが、 同時代的にはすでに時代の潮流から外れていた。1849年3月27日、ようやくドイツ国憲法が採択され、プロイセン王、フリードリ・ヒビルヘルム4世を統一ドイツ皇帝に選出した。そのため、国民議会の議員による代表団がベルリンに向かったが、当時君主主権であったプロイセンの国王が自由主義的な憲法を受け入れる。 ことはなく、対オーストリア外交を踏まえても、国際的な承認すらない議会の申し出を承諾することはありえなかった。すなわち、フリードリ・ヒビル・ヘルム4世は、ドイツ帝国の皇帝就任を拒否したのである。国民議会の舞台となったパウロ教会で、オルガンを覆うようにして掲げられていた、女神ゲルマニアの絵。ロマン主義の画家フィリップ・ファイトによる、 現在ニュルンベルクのゲルマン民族博物館が所蔵する、こうしてあらゆる選択肢を失った国民議会はその求心力を失っていった。オーストリアの議員は母国へと引き上げたことを皮切りに主要報告の代表が議員を引き上げ、ごく一部の残存した議員はシュトゥットガルトでランプ議会を召集して活動を続けるものの6月18日までに その活動を完全に終えた。1848年革命によって高まった自由主義的なドイツ統一は失敗に終わった。1862年にプロイセン首相となるオットフォン・ビスマールクのいわゆる鉄血演説で示されたように、1848年から1849年にかけての言論と多数決によるドイツ統一への試みは成果をもたらさなかった。 そのため、1860年代より、プロイセンの軍事力を背景とした、上からの統一が行われ、統一後のドイツでは自由主義的な手法によらず、権威主義的な国民統合が推進されることになるのである。ありがとうございます。